どうも、小屋です。先日のサーモンラン、ノラ、カンスト初挑戦放送を見てくださった皆様、本当にありがとうございました。結果としてはもう大失敗に終わってしまいまして、本当にすいませんでした。もうめちゃくちゃ悔しくて、1日経った今ももう絶対に国内じゃねえ、年内にはリベンジさせていただきたいと思ってて、もうちょっとすいません、僕ポケモン実況者でありまして、ちょっともう間もなくポケモンの世界に旅立ってしまうんですけど、でもそれでももう行けるって日があったら行きたいって思ってて、で11月21だかにすんごくいい武器構成の日があるんですよ。でもそれがシェケナダムの日なんですね。で俺シェケナダム絶対ちょっとレベルがちげえなって思ってて、ちょっと嫌だなーってのと、あとまあリベンジするんだったらやっぱ前回のムニエールでステージやりたいなって思ってて、今年中にムニエールで武器構成もまあ見ながらリベンジしたいと思ってます。で僕ポケモン10連休っていうちょっと頭のおかしい休みを取ってまして、でその時にで11月24日にまだ武器が発表されてないんですけど、まあおそらくムニエール、サイクル的にはムニエールでもしも武器構成良さそうだったら11月24日朝9時からリベンジさせていただきたいなと思っております。もう本当にもう9時間くらいしっかり寝てリベンジします。やっぱりもう言い訳になっちゃうけど、完全に睡眠不足だったなど、もうなんかおかしかったもん、なんか最後の何があったか覚えてない、もう最後の3時間くらい。でもいけるなと思って行ったんですけど、やっぱでも途中もう12時間とかは自分の中では一応パフォーマンスは特に落ちたをさずにやれてるとは思ってたんですけど、まあ実際は落ちてたのかなって、いざ終わってみれば、いやわかんない、でも自分の中ではもう前半12時間くらいは全然問題なくやれてたんじゃないかなとは。でも分かんない、最初からハイパフォーマンスでもなかった可能性もあるし、まあ、そこはもう本当に愚かでした。だからしっかり寝てリベンジしたいと思います。で本当になんか思いのほかその多くの方々、まあ、初見さんとかに、ね、なんか見てくださってたようでございまして、すごい本当に緊張もしました。本当に、なんか、なんか気づいたら、なんか結構見てくださってたようでございまして、で、本当に一個だけ申し訳ないのが、まあちょっと、すいません、ね、なんか、あんまり、口が、もう自分悪いもんでして、性格も口も。根が悪人なもんでございまして、ねえ、ポケモンはね、アニメはロケット団を応援するし、応援 してたし、なんか、ねえ、ドラゴンボールのベジータみたいな気持ちで生きてるし、俺がナンバーワンだ、俺様がナンバーワンなんだっていう性格なので、まあちょっと、時になんかアドバイスとかもね、いっぱい視聴者の皆さんにしていただいてたんですけど、なんかたまに盾つくというか
本当にそうかみたいなことを言ったりね、口の悪い場面もあったと思います。その時あんま覚えてません、何があったのか。もう脳が溶けてたので、その時あんまり覚えてないんですけど、やっぱそのそういうね、いろんな人に配信っていうのは見られるものなんだぞっていうことを再認識いたしましたので、ちょっと次からはなんかその意識が最近ね、なんかダラダラと配信して生きてたもんで、そういうなんかなんていうのかな、模範社会的な意識が足りてないままやってたなと思いますので、ちょっとまあ絶対年内にはリベンジひどいねこれね、年内にはリベンジさせていただきたいので、よければ応援してくださいということで、これからもサーモンラン頑張って楽しく一生懸命やっていきたいなと思います。ではまたどこかでお会いいたしましょう。さよなら。